染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、バーバリーのトレンチコートになります。クリーニングして、収納していたというふうなことなんですけども、収納している間にですね、染みができてしまったというふうなことで、しかも結構目立つ染みでございます。まずここです。そしてここです。そしてここです。そしてここです。あとはですね、意識してみるともっとあるのかもしれないんですけど、あ、ここです。着用に伴う自然な変化としての襟とか袖の汚れほとんどないです。傷穴とか使用感もほとんどないです。なので、何か別のものがついてしまって、それにクリーニングした時には気づかないというか見えなくて、そしてそれが収納中に酸化してこんな風に黄ばんでしまったんじゃないかなという風に思います。かなり大きなトレンチでございますが、成功事例がたくさんありますので、バーバリーのトレンチコート、ステンカラーコートかなり、得意でございます。素材は 51% がコットン、 49% ポリエステル、ライナーは取り外されておりまして、あ、ライナーつかないのかな、あ、ライナーつきますね。ライナーは取り外してくださっていて、当店ではお預かりしておりません。ここにも染みありますね。はい、こんな感じですね。はい、それでは綺麗にしてみたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、バーバリートレンチコート仕上がりましたので、仕上がり具合を見ていきたいと思います。染み抜きをするのと全体処理をする時間とほぼ同じか、もしくはそれ以上の時間が仕上げをする時間にかかっております。水洗いをしてしまうとどうしても全体的にシワになってしまいます。それが表地だけじゃなくて裏地にもシワシワになってしまいますので、それをきれいな状態に元に戻すというふうな復元するプレスの作業にですね、非常に時間がかかるわけでございます。ただそのプレスをしなければですね、やっぱりそのシワがありすぎて、もともと綿素材シワが出やすい素材ではあるんですが、自然な感じのシワではなくて洗濯によってできたシワというのはやっぱり違和感がありますので、元に戻す必要がございます。その手間をかけた甲斐があってですね、ご覧のようにお預かりの状態とはちょっと見違えるような感じで綺麗になっております。目立つシミはですね、いい感じに綺麗になっております。あとどこでしたっけ、ちょっとマーキングを外しちゃうとですね、もともとどこにあったのかなっていうふうなことがちょっと分からなくなってしまうというふうなのは、もう染み抜きに成功したというふうな、色の段差がなくなったというふうな証拠でございます。はい、いい感じに綺麗になりました。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。